皆さんこんにちは、ジュビちゃんです。はい、ですね、シンギングピアニストゆうすけさんからの、コメントです。お便りじゃねえよ、ジュビちゃんさん大好き、面白いし分かりやすいし本格的な内容ありがとうございます。ゆうすけさん実はですね、最近ゆうすけさん合ってる、ゆうすけさんだよね。なんか集中的にいろんな動画にコメントをいただいてるんですけど、ひょっとしてまとめ耳してらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、その中でちょっと爆笑しちゃったのが、前の雑談シリーズの51回コントラバスでギターのように弾き語りできるかへのコメントなんですけど、ここにもジュビちゃん大好き大尊敬本当に面白い動画って書いてくれてるんだけど、その後に弾き歌いシーンで牛乳吹き出しました、絵に描いたような音痴で草本当に大好きなんですかいやだけど絵に描いたの音痴、それは間違いない。音痴っていうのはちょっとまた音痴の言い訳したくないんだけど、音痴っていうのはね、本当の音痴っていうのは少ないっていう話をね、前専門家の方がおっしゃってたんですよ。でそれはね、本当に音がもう天性の音痴最初から音がもう全く高さがこうちょっと判別できないって人もいるんだけど、多くはね頭の中では鳴ってるけど、発声が要するに声がふらついちゃうとかね、そういうのってね訓練するとね良くなったりするんですよ私の言い訳で全然なってないんだけど、そんなわけでですね、全然脈絡ないんだけど、今日はちょっとお話ししたいことがあって、それはね、よくねバイオリンとコントラバスを比べるっていうか、コントラバスの方が、テクニックとしてバイオリンのテクニックを学ぶっていうこと話があるんですけど、それについての注意事項なんですよ。で特にね、ボーイングのことなんですよね。で弓のことってまずね、私コントラバス何メソッドみたいな動画出してるところで言ってるでしょ、しっかり圧力かけなさいって言って、圧力かけて弾きなさいって言って、でねそれはね、バイオリンではちょっと通用しないっていうか、バイオリンって本当にね弦も細いしね、弓要するにね弦の細さ、楽器の弦長とか楽器のボディの大きさとかに対して、比重なんていうの比率、弓がものすごく重いんですよ。だからもう乗っけて自分で押しちゃダメっていう、それをうまくコントロールするって、それ結構ここ力いると思うんですよね。自分の腕をコントロールするわけだからね。こうやって分かるかしら言ってること自分の力を入れるってことは逆にドーンとこう自分の力を乗せるわけなので、使う場所が違うんだけれども、こうやって自分を支えるのとはかなり違うよね。なので何が言いたいかって言ったら、バイオリンの人がこういうふうに弓を使ってるから、じゃあコントラバスでこういうふうに弓を使おうっていうのは必ずしも当てはまらないこと、いやむしろ当てはまらないことかなり多いんです。で特に弓のスピード、圧力もさっき言ったようにあるんだけど、弓のスピードに対して関してバイオリンがこうやって使ってるから必ずしもそれを真似するといい結果が得られるかって言ったら、いやなかなかねそれは難しい。それは何でかって言ったらね、ただ大きくなっただけじゃないんですよ。だからさっき言ったし、弓バイオリンだとすごく楽器に対して重いんです、弓はね。けどコントラバスってのはどんどん短くなるでしょ、あれまたね。でしかも太くなるで、重くはなってるんだけど、この図体に対するもう全然同じ条件にしようと思ったらもう何メートルもあるような弓で引かないと同じ条件、スピードとかの条件にならないんだ。で弦の太さも全然違うでしょ。だから弦の太さも例えば太い弦とかっていうのは速い弓で拾いにくいんですよね。なので物理的に要するに計算、私数学すごく苦手なのでこれを何ていうの、数学上のあれで解説するのがすごく難しいんだけれども、バイオリンがこうやって全球使ってるから、コントラバスも全球使ってとかっていうのはナンセンス、はっきり言って。よくそういうことをおっしゃる指揮者の方いらっしゃるんですよだけどいやコントラバス全球っていうのはねあるんですよ。ないことはないんです。それはね意外とね効果音的な使い方で
いあの弦をしっかりとなんてホールドじゃないな、なんていうの、掴むっていうのにはあまりこうちょっと良くなかったりすることもあるんですよ、うん、だからね、あのオーケストラ使いますよ、全球のあのね、それこそドイツ的な音とかってよくね、風を出すような音、それすると、ね、何が変わるかって言ったらね、あれチューニングの動画の時に言ってるんですけど、音っていうのは一つの音に対して倍音が同時になってるんですけど、早く、使う弓を使うことによって高い倍音の方がこう鳴ったりする。それね、一歩間違えるとだからひっくり返った音なんですよだけどそれをたくさん含ませることによって音が飛びやすい。なんで音飛びやすいかって言ったら、高い音が出るわけでしょ。高い音は早く到達するわけで、もう一つ言うと、こうやってパーカッシブな音っていうのも高い音入ってるから、だから弓カーン当てる音とかっていうのは早く到達するわけで、人間の耳ってあのバンってなんか当たったらね、そこから始まったっていう錯覚起こるから、あの聞こえるんです、そういうふうに。だからあと実際の低周波は絶対早くは聞こえない、どうやったって。もうそこを勘違いしてる方もいらっしゃると思うんですけど、早くはいかないです、物理的にどうやったって早くはいかない。だけど早く行かせるためのテクニックとして、そうやって高周波を先に聞かせる、打撃音とかね、でそういうテクニックで弓を早く使ったり、そういうことありますよ。あとね、ビブラートのことについて、よくバイオリンがこんだけビブラートかけてるから同じぐらいコントラバスもビブラートって、そういう場面も確かにある。例えばね、なんだろうな、ね、低音のビブラートって難しいんですよ。あのね、邪魔になっちゃうの。えっと思うんですよ。低音なんてそんな聞こえてると思うし、めっちゃめちゃ他の動画で言ってるけど、他の動画を見なさいって感じだけどね。あの低音めちゃめちゃ音出てるんですよ。ところがそれがあんまり存在感ないでしょ。低周波をキャッチしにくいから人間の耳が。ところが、ね、ビブラートかけるとね、それがすごい存在感出るんですよ。あの人と音程が合わない時もうねりが出るでしょ。なのでこううねりが出ると認識しやすいわけ。だからビブラートかけると存在感が出るわけですよ。で、コンドラバスが存在感出したらいい場合もあるんです。私がこれ好みの問題なんだけど、ビブラートかけて好きなのはね、ブラームスのシンフォニーのね、こうちょっとこう弦がわーってうねるようなやつね、好きですね。昔朝比奈隆先生がね、ダーフィルでブラームス全集をロックオンしてる時に私2番乗らせてもらったことあるんだけどね、もう全然先生の棒が分かんなくて、もうぐちゃぐちゃだったんだけど、もうみんな思いっきり弾いて、その時にね、なんかそのうねりっていうのはね、ビブラートとかっていうのも低音もガンガンかけて「いいなーり」みたいなね、そういいなと思ったりしましたけどね。だけど、例えばね、これ私学生の頃にね、バイオリンの友人がね、それはね、ベートーベンのバイオリンコンチェルトやってる時、ベートーベンのバイオリンコンチェルトの2楽章だっけ、静かな楽章をやってる時にずっと伸びてるわけよ、ベースが。そこにビブラートかけてたら、もうその飛ばず飛んできて、ソロが弾いてるのにね、後ろのベースがね、ビブラートかけて主張したらおかしいでしょって言われたことあるんですよ。それも一理ある。いや、それが絶対とは思わないけど、それはね、程度問題です。すごい響かせるためのある程度の、波っていうのはあった方がいい場合もあるんですよ。それによって、こう響きが柔らかくなるのでね、ちょっと硬くなるんだよ、ビブラートなしにするとね。ところがその音程をきれいに澄んだ音程にしようと思うと、ビブラートない方がいいんですよ。あと古楽器とかビブラートなしで弾いたりする、あれすごく音程分かりやすい。だから音程ごまかすときはビブラートかけろってよく言うんだけど、そうビブラート範囲ぐらいの音のうねりっていうのはね、音程の中でも許容範囲とか言われたりするんですが、主張するしないということで言うと、明らかにやっぱりビブラートかけると主張が出るので、本当にそこにベースがいるかどうか分かんないということが方がいい場合っていうのがあるので、それはかけない方がいい。
私書けない時もあります。書けない方がいいと思う時もあります。これグループなんで、誰か一人書けちゃったらもうそれで、おしまいというか、それでもうね、波はできてしまうから、だからここ飲み部で行きましょうって、決めたりしますね。僕はもうビオラテなしでって。それはだからハーモニーとして澄んだ音、出したい時とか、そういうのあるんですけど、まあそういうふうにですね、まあまだチェロはね、まだちょっと近いっていうか、楽器の方向もねこうだしね、場合より楽器の方向も違うしね、弓だなっていう楽器と弓の方向違うし、私たち縦なんで、しかも弓の持ち方違ったりするからね。なので必ずしもバイオリンがやってるからこうしようみたいなのはまあナンセンスだという話をしたかったということなんでございます。はい、というわけで、またまた、見てください。じゃあねー。